とりあえず医学部は突破できますね。1日20時間泣きながら勉強して間に合わせて、試験科目は違っても普遍的なやり方ってあると思う。人が10時間かけてやるところを10分で成果出したり、人が10年かけてやるところを5分で成果出したり。始まりました、むちチャンネルです。今回はですね、上田先生にお越しいただいてですね、そして菊池さんにもお越しいただきました。今回はですね、上田さんにですね、なんと、医学部に行ったという、しかも同志社卒業した後に、すごいですよね。きっかけもものすごく多かったですけどね、松本道博先生に近づきたければ英語から離れろということで、そして英語から離れて医者を目指したってわけなんですけど、千葉大に行ったんですよね。千葉ですね。で、それをどうやって勉強していったんですか？本当に僕は全部独学なんですよ、はい、それで予備校に行かなかったから、受験勉強どう手つけていいかが分からなかったんですよ、はい、エスカレーターですよね、その同士は。そうですね。その時点ではもう英語はもうできるようになってたから、全然勉強しなくてよかったですね、はい、で、歴史が好きだから、はいはい、世界史ばっかりやってて、世界史と英語が満点で、はいはい、あと数学ボロボロで、数学はどう勉強していいか分からなかったんですよ、はい、で、秋山仁先生の、ねはい、テレビ見たりとかね、はい、それでちょっとこう数学って分かってきたんですけど、結局最後合格した時に一番聞いたのが、例えば物理でも、うん、科学でも計算問題ってありますよね、はい、数学が必要な問題っていうのは、はい、もう反射神経で解きました。へ、僕医者になりたかったから、に苦手の数学嫌だけどやらないといけないんですね、うん、数学そんな勉強多分ダメなんですけど、もう出そうな問題とかを何回も何回も解いて、手を動かして、英語の問題です。もう数学に関しては手を動かして、正確にまず理解して、移してできる。で、それをやったらだんだんスピードを上げていって、20分かかる問題はもう2分で解く。10分の1の法則っていうで。10分の1の法則、まあ、端折ったりとかいろいろするんですけど、まあ、とりあえず医学部は突破できますね。まあ、東大教でだったら無理かもしれないですけど。すごいコメント欄が荒れますね。いや、ね、数学に命かけてるんやったらそんな勉強しちゃダメだと思いますよ。でもやっぱり試験ってね、勘違いしてる人がいるんですよ。例えば、車の運転したい。で、そのためには学科試験通らないといけないですよね。学科試験っては通ればいいんですよ。で、僕は3時間の勉強で通ったんですけど、交通ルールにね、ロマンを求めてそれに人生かけるのか、あるいは路上に出て運転したのどっちなの、あんたは優先順位が逆転してる人がいるんですよ。例えばいろんな試験ね、医学部に通りたい、何々試験に通りたい、僕は自分が全然知らない分野の受験指導もして結構成果出してるんですけど、あんたは教員試験やったら教壇に立ちたいの、あるいは文部省の教育なんとか要項にロマンを求めてるのっていうね、勉強の仕方がこう樹海入ってしまってる人がいるんですけど、あの優先順位をとりあえず要領でかましても何でも通ったらいいんでしょっていうことです。あれ話どこやったっけ。試験は通過点みたいなもんってことですか。だから特に知識系ね、はい、支援法試験でも何でも出ないところまでやっちゃうんですよね。例えば英語と TOEIC は分かんないんですけど、出そうなところだけやる、他は無駄、うん、ボキャブラリーでもこう試験に出ないからこれ覚えない、やり方の是非、それはやっぱり英語に命かけてる人に関してはとても邪道やって言われますけど、はいはいはい、試験に通るっていうことに関してはね、出るとこをやる、過去問をやるってことですね、うん、でね、そうですね、うん、邪道邪道そういうのは邪道だ、ね、全部覚えるっていう、そうそう、世界史のセンター試験満点取りましたけど、やっぱり満点それ以上の知識いるのかいないのかね、うん、世界史が大好きやったらやったらでもいいし、はいはい、でもやっぱりセンター試験で通って医学部行きたいって言ったらそこまでやらなくてもいいわけじゃないですか、はい、世界史のアドレナをつかめる、そこでいいわけですね、うん、試験っていうものに関してそうやって勘違いされてる方がおられますね。なるほど。参考書とかやりました、数学は。やりましたけど、なんて参考書とか覚えてますか。過去問ですね。センター試験と千葉大の両方、ね、現役合格する人とかも聞くとね、難しいのやらない、何冊もやらない、チャート式だって白ちゃんの一番優しいのを、もう何回も取ったらもう医学部通るんやって。数学をライフワークにするんだったらそういう勉強はダメですよ、うんうん、でも医学部通って医者になりたいんでしょ、だったらもうやることはもう反射的に解いて試験をクリアするということだからね。でそうするとやっぱりやることが変わってきますよね、うん、理科科目はどうやってやりましたか。同じやり方ですよね。例えば科学で酸化還元とかね、有機化学とか千葉の過去問プラスそれよりちょっと難しめの Z 関とかやりましたね。でそれを15分ぐらいの時間が与えられてるのをもう何回も何回もでもう超速で 1,2 分で解くぐらいまでやったのがもうまんまと同じのが出て出ましたよね。まあまあ、物理と化学ですか、生物はやらなかった。僕ね
受験情報が全くなかったんですよ。仲いいお友達が東大出て、島津製作所ノーブリション田中さんの同僚の人がいるんですよ、はいはい、物理面白いっていうから、お物理面白いなんかって撮ったらね、やってる途中で向いてないことに気がついてだけど今更こうね、やめて生物やってるともらえないから、もうしょうがないから、もう物理で なんとかなりましたね。もう千葉大選んだ理由はあったんですか。それも僕も予備校行ってなんか情報がない、ね、一つ千葉大っていうのがその時エール予備校の医学部合格のあれを読んで、僕みたいに予備校行かずにお金がないからちり紙交換しながら通った人、こういう人が行ってるんやっていうのが一つあったし、関東行きたいっていうのもあったし、でもね、合格してからですよ、千葉大っていうのが すっごい偏差値が高くって、僕みたいにもうゼロからやってる人間が受けるようなところじゃない、ないところがですね、もう風が吹いたというか、試験の時にですね、いつも僕は英語が取り柄なんですよ、はい、でその時センター試験いつも優しいのに、その時難しかったんですよ。おうおうおう。で英語ができる僕はすごく有利だったんです、はいはいはい、で千葉大の二次試験の英語もいつもすごく優しいのに、はいはい、その時結構骨がある、難しかったんです、はいはいはい、それだけじゃなしに、いつも小論文ずっと日本語だったんですけど、はいはい、僕の年から急に科学論文英語でそれをまとめるって言って、英語ができる僕に風が吹いて、そうですね、それは多分もっと受験情報があったら違うところを受けてたと思うんですけど、そしたら僕は落ちてたと思うんですけど、その時僕が千葉大を受けた僕に風が吹いて、そういうことがあったんですね。それはどうでした、医学部入ってこうやっぱ周り年下なんですか、どうなんですか、いや受験生の結構いるの。当時の千葉大学っていうのは僕のように回り道した人が多くて、僕28で入ってるんですけど、はいはい、30代が結構たくさんいて、ね、最高が42歳ね。今は千葉大はそういう回り道を取ってないですね、僕らが出来悪かったから申し訳ないですけどね、いやそうじゃないかと思う。いろいろ言われてますもんね最近は、なんか太郎生はあんま取らないとかって言われたりもしますもんね、うん、人生経験をこう積んでるからいいのか悪いのか、本当人それぞれですね、うん、現役一浪で素晴らしい人もいるし、年食ってくらいいいかどうか本当に人それぞれで、ま、全く関係ないですよね。受験勉強はどれぐらいやったんですか。まあ、仕事もしながらですから、医学部行こうと思った時23ぐらいかな。まあ、5年、5年間。そうですね、もう仕事もしてましたし、はい、仕事の合間に勉強して。はい、貯金を食いつぶしながらとかではなくて、全く稼ぎながらですか。そうですね、あの実はですね、ちょっとありえないと思うんですけど、ね、それが合う。1990年に、僕、網膜剥離の手術を、はい、あの2回やって、それでね、仕事できなくなったんですよ。はい、で、ちょっと引きこもってる時間って、うん、それで受験勉強の時間ができましたね。ボクシング続けてたら、その手術がなかったら僕、うん、受験勉強できなかったかもしれないですね。何が転ぶかは、うん、いいように転ぶかは分かんないですよね。え、何回か受けたんですか、受験。そうですね、受験は3年目で通りましたね。1年目はもう世界史はそこできた。で数学分からない、書いてある数字を見てなくて、解けない解けないっていう字にもうベルが鳴ったっていうのを撃沈して、2年目はやっぱりそういう数学系ができなくて、で世界史は満点だったんですけど、うん、世界史というかね、3年目はやっぱこの数学系をどうしようかっていう、もう反射神経やり方で、もう反射神経でとこで、もう反復練習で、それでなんとか通りました、ね、ずっと千葉大だったんですか、受けたのは。千葉大しか受けなかった。千葉大しか受けてないですね。もう千葉大、もう私立とそんな受けるようになくて、千葉大のみですね。へ、他は全然やってない。あ、実は京大の後期を申し込みだけはしてましたけども、千葉大通っちゃったのね。なるほど。へ、まあ、受けても絶対そんな通らないですよ、ね、そんな感じでやってたんですね、うん。国家試験もね、取ったわけですもんね、それで。国家試験もちょっと ひどくてですね。あ、そうなんですか。3週間切って国家試験解いてみたら、はい、5割しか取れないんですよ、はいはいはい、で6割取らないといけないんですけど、医者なれへんやけって思って、医者なれなかったら恥ずかしいし食いっぱぐれるしと思って、それから1日20時間泣きながら勉強して間に合わせて取ったんですけど、それね、自慢でも何でもないんですけど、はい、その時の経験でですね、今受験指導してますね。全然何年も結果出なかった医師国家試験の人を指導して通ったりとか、僕は全然知らない分野の電検算子とか、電気のこと知らないですよ、受験勉強の要領を教えた人が通るとか。はい、なるほど。そう、試験科目は違ってもこう普遍的なやり方ってあると思うんですよね。大学入試の時も長時間やりました、勉強は。1日やったのかな、今の何時間勉強するっていうのは僕は反対で、なぜかっていうと、僕はボクシングをやりながら英語をやるとかやってきたから、人が10時間かけてやるところを10分で成果出したりね、人が10年かけてやるところを5分で成果出したいんですよ。そしたら どうしようかっていうことを考えると、何時間ってやるやり方をやると生産性が上がらないですね。例えばドッグという単語をね、1日10時間変えたとして、精神力は鍛われると思うんですよ。握力もつくかも上がらない。
けど英語は1ミリも伸びないと思うんですよ ね、はい、だから常に10分っていう時間が与えられたらどんだけそれで成果出すかっていうのは今でも考えてます。なるほど、それは面白いですね。という形で、今回は上田さんにおいていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。